この時間ではですね、働き方について、雇用主側だったり、労働者側だったり、様々な目線で、いろんな制度についてね、お話をいただいております。今週もよろしくお願いします。なんかニコニコされてごめんなさい。ちょっと今目線が合いました？聞いてくんないのかなと思って、今日のテーマを。今日のテーマね、早速いいですか？では、そう、今週のテーマからお願いしたいと思います。はい、先生お願いします。違う違う、今週ですよね。ほら、なんかお題があるんでしょ。お題？あ、お題、今いいんですか？今日は、冬支度がテーマです。あなたの冬支度、始めましたかっていうテーマなんですけど、寺先生、始めましたか？僕はヒートテックはまだなんですよ。いや、よく聞いてくれてありがとうございます。いつも冬はね、長袖の、ヒートテックの下着にしてるんですけど、これなぜまだやってないかっていうと、インフルエンザの注射を先にやらないと大変なんです、長袖にしちゃうと。どういうことですか？注射をやインるフルエン前ザだを予防と、注射するときに、長袖のヒートテックにしちゃうと大変なんですよ。だいぶ脱がないと。全部脱がなきゃいけないか ら、そうそうそう。注射するまでまだ時間ありますよね、結構。明日やります明か日やります。なるほど。じゃあ、その習慣がついちゃうから、ら。その日だけ外すのは寒いですもんね。そうそう、たまにね、予防注射前に長袖にしちゃうと、病院でこんなブルブルがすごい大変で。決めてるんだ、じゃあ、そそうの日っそうていそうこと。明日やるんですうそう。ね。じゃあ、冬支度始めますね。結構ヒートテックまだね、やられてないって方そう多ですいんですか。よ。で、僕ね、先週急に聞かれたから、今週はラジオ聞いて、ちゃんと今日は何聞かれるのかなと思って、そう。だからそんなニコニコしてたのね。そう、わざわざ持ってきたんですよ。待ってください。これね、ラジオ、後ほど動画に上がりますので、そちらぜひご覧いただきたいです。これね、ランニングの下のタイツなんだけど、冬用のちょっと待ってく保温ださい。に。黒いね、一見普通のタイツなんですけど、何って書いてるの、これ。保温。保温って、すごいデカデカと漢字二文字が、これ縫い付けられてますよね。そうそう、ちょっとやそっとじゃ取れないぐらい。だから、夏履いたら危険ですよぐらいの保温。どこで買ったんですか、そ れ。これ、メーカー言っちゃっていいんですか？アメリカって言ってください。ミズノの、ミズノ。バイオギアってやつの、ブレへえ。サーモっていう素材でできてるやつすごいよく全部出てきた。保温ってものすごい書いてる。です。それでも冬そは、れ1枚ではさすがに履かないんですもんね、きっとこね。の上に短パン履いて、なるほど。組み合わせるために。そうそう。だから、夏物と間違えないでねっていう印なわけですね。そうそうそう。とか、走られたりするから、そういう時に活用されるものなんですそうですね。ね。今年ではありましたか？もうこれに冬支度はしましたんで。そちらはもう冬支度完了ですね。ちょっとネタ、動画拝見ぜひ、皆さん、後ほどアップされるので、していただきたいと思います。そっちのテーマだったか。ありがとうございます。いや、でもね、今日ね、ラストの方に聞こうかなと思って、先本当に、ですか。ありがとうございます。振っていただきまして。さあ、和やかになったところで、今日のテーマについても教えていただきたいと思いますが、先週までは、有給の話をね、中心にしていただいておりましたが、今週から少しテーマが変わるとそういうでこすとですね。ね。はい。働き方改革関連法案っていうのが、だいぶ前から言われてはいるんですけど、その中の一つで、同一労働、同一賃金っていうお話をしたいんですよ。同一労働、同一賃金。はい。耳にしたことはありますし、多分このね、差をなくそうみたいなことなんだと思うんですけど、具体的にちょっとわからないかもしれない。そうですね。で、これ実はもう大企業では2020年の4月1日から施行されているんですけど、中小企業も2021年の4月1日から施行になります。まもなくスタートするんですね、そうで中す小ね。企業でも。で、どういう法律かっていうと、同じ企業で働く正社員と、短時間労働者、有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当など、あらゆる待遇について不合理な差があってはいけないっていう法不律。合理な差があってはいけない。そうですね。単純に差をつけちゃいけないってわけではなくてですはい。ね。というのは、これが同一労働、同一賃金そうですね。の法律はい。ということなんですね。ええ。はい。
ちょっと難しいな、でも。そうですね。うん、ではまず、はい、じゃあその有期雇用労働者とか言ってますけど、はい、まあ、この辺がどういうことかっていうのを説明させていただきますね。はい、お願いいたします。はい、で、まあ、まあ正社員に対してっていうことなんですけど、はい、まあ、一般的に契約社員と言われているようなケースはですね、はい、まあ、働く時間は正社員と一緒、うんうん、だけれども雇用期間に定めがあって、はい、半年契約とか1年契約とかそれを更新しているような形が、まあ、一般的には契約社員って呼ばれたりしますね、はい、の有期雇用、有期雇用で、まあ、期間の定めがある雇用ですね。はい、であと、はい、そうですね、よく嘱託社員なんていう言い方もしたりするんですけど、あ、はい、まあ、これは、まあ、一般的には定年退職後に、うんうん、まあ、再雇用で期間を定めて働くような形式のことを嘱託社員って呼んでいます、はい、で、まあ、それとパート社員っていうのは、はい、まあ、いわゆる短時間労働者なんですけど、はい、働く時間が短いってことですね、はい、まあ、こういった方々をパート社員って一般的には呼んでおります、うん、はい、あとアルバイト、そうですね、まあ、アルバイトも法律的な定義があるわけではないんですけど、はい、まあ、臨時的に働くようなことを言ってる場合がありますから、はい、まあ、期間の定めもあって、うん、なおかつ時間も短くて、うん、まあ、勤務も、まあ、臨時的だというような形式じゃないかなと、はい、なるほど、はい、はい、まあ、正社員との違いがあるということですね、はい、はい、で、ただその正社員とその短期、短時間の労働者、有期雇用労働者の間では、はい、まあ、差があって当たり前なんじゃないかっていうのがちょっとこう日常としてはある気がしますが、そこの不合理な差をつけることが禁止される、そうですね、ということですね、はい、まあ、賞与や手当などあらゆる待遇について、はい、不合理な差をつけちゃいけないってことなんですね。例えばどんなことが挙げられるんですか、はい、そうですね、はい、じゃあまず、まあ、この法律適用しなくちゃいけない、はい、流れなんですけど、はい、まあ、当然企業において、まあ、正社員しかいないっていう場合であれば、はい、まあ、この法律は何ら何もすることはない、はい、そうですよね、そもそも正社員のみであるっていうところなんですね、はい、で正社員以外の雇用体系パート社員さんだとか、まあ、契約社員さんがいらっしゃった場合は、はい、まあ、この法律が関係してくるんですね、はい、でその場合にとはいえ月給も手当も全部一緒ですよっていうことになっていると、うん、まあ、この、まあ、法律で何ら、うんうん、特に問題になるところはないのかなって思うんですけど、はい、じゃあその手当とか何らかのところに違いがあるって言った場合にですね、うん、はい、じゃあそれがちゃんとした理由があっての違いなのかっていうところが問題になってくるんですね、うんうん、ちゃんとした、はい、理由があって、はい、そうですね、うん、合理的な理由があるかどうか、はい、説明難しそうですね、そうですね、はい、その、はい、はい、そのあたりの整理をしましょうってことになるんですかね、はい、で、まあ、これはですね、はい、まあ、法律とはいえども、まあ、政府はガイドラインっていうものを出しているんですね、はい、でこのガイドラインで、まあ、方向性を示しているような形なんですよ、ガイドラインというものが、ね、はい、政府の方で示しているものがある、はい、はい、とするとどういった項目について出てるんですか、例えば、まあ、まあ、通勤手当なんかはですね、はい、まあ、パート社員さんだから通勤手当は支給しないっていうような理由だとダメですよ、うん、なるほど、はいはいはい、ってなことが書いてあったり、はい、で実はですね、家族手当とか住宅手当っていうようなものに見解を示してないんですよ、はい、家族手当住宅手当ってで言うと、はい、どういうものがあるんですか、扶養家族の方がいらっしゃれば、はい、お子様一人いらっしゃると5000円つけますとか、はそういった扶養手当、はい、家族手当ですね、はい、なるほど、そうかそうか、そういったものについては触れられてないんですか、そうですね、おじゃあそこは一旦考えなくていいというか、というのはですね、
これ自体が法律で例えば労働時間だったら週40時間とか決められているから、はい、40時間を超えたらダメですよっていうことなんですけど、うんうんうん、まあ、そういったきっちりとしたものではなくてですね、ガイドラインを示されてるだけなんですね。あ、じゃあ罰則があってなんか、はい、なんかこれ違反したらすごいことになるっていうものではない。そうですね。で、そのガイドラインに、まあ、反らないで、はい、まあ、何らかの訴えを、民事の訴えを起こされてしまった時に、うん、はい、裁判の判例でこれはダメですとか、うん、なるほど、まあ、そうやって決まってくるんです、はい、それはだからガイドラインをもとに判断することになるから、はい、まあ、いずれにせよでもちゃんとしておかなきゃいけないですね。そうですね、うん、では、はい、そんなこうガイドラインについてもお話しいただきましたが、そうですね、結構ありますよね、今後、これ、はい、まあ、厚労省のパンフレットによりますとですね、はい、例えば通勤手当は、はい、交通費の金額に相当する通勤手当を支給するって、まあ、正社員さんには支給しているが、はい、パート社員には支給していないと、うん、でこの場合にですね、その理由なんですけど、はい、なぜですかって言った場合に、まあ、パート社員とか契約社員さんは労働契約の期間に定めがあるから支給してないんですっていう、この会社の例。それ答えになるんですか？なってないですよ。なってないですよ、ね。これじゃダメですってことなんですね。そりゃそうだ。それは理由にならない。そうですね。どういう理由をつけようか。それまあそういうことなんですよ。はい。だから会社側から見ると、うん、もしその手当支給してないのであれば、うん、何らかの合理的理由があってのことだったらいいから、はい、その理由をしっかりと考えておかなきゃいけない、ね。そうですね。はい。これでも難しいのは責任があるからとか、はい、そういうことになってくるんですかね。そうですね。うん、で、まあ、通勤手当なんかで言えば、多くの場合、これはパートだからとか、はい、契約社員だから払わないっていうのは通じなくなってきちゃうんだと思うんですけど、うん、はい、ですけど、まあ、そもそもパート社員さんはご近所の方しか採用してないんですよっていうような雇用形態であれば、はい、それでもいいんじゃないのかなって。なるほど、そういう雇用形態が主で、その遠方から来るのが例外というか。そうですね、転勤もしなければ、うん、まあ、遠くから採用もしなくて、はい、まあ、ご近所の方を採用しているというような理由があれば、なるほどなるほど、通勤手当は支給しないっていうのでも合理的なんではないかな、うん、はい、なんだかね、雇用主側としてはそのきっと説明責任をこれから果たさなきゃいけないことになってくると思いますが、こういったこう主張っていうのは何かに沿って、じゃあその、労働者側っていうのはすることになるんですか？はい、いや、そうですね、訴えるのは労働者側になってきますから。うん、うん、そうですね、そうですね、はい、会社としてはちゃんと説明できるような手当にしとかなければいけないと。はい、うんうん、これまあ、パンフレットに沿っていきますと、はい、正規員手当っていうのもですね、はい、正社員に対しては月の勤務日数の9割以上出勤した場合に払っていますっていう手当があって、うん、はい、まあ、パート社員契約社員には支給してないと、うんうんうん、でこの違いを設けている理由がですね、はい、パート社員有期労働者は勤務日数が少ないため支給してない。勤務日数が少ない、そう、9割に満たないっていうこと。そうですね、うん、まあ、これじゃダメです。そうですよね。そう、もうそもそも出勤日数が違いますもんね。そうですね、うん、で、まあ、もしこれがですね、はい、まあ、理由としては正社員はもちろんちゃんと毎日出勤日に来て働いていただきたいから、はい、まあ、その場合には正規手当を出していますと、はい、でもパート社員さんの場合は比較的シフトに入るのも自由に決めてもらって入っていただいてるから、うん、はい、正規手当は支給してないっていう理由だったら成り立つのかなと、うんうん、はい、まあ、こちらから指定した時間というよりかはそちらのこう働く側の都合でこう自分の時間の設定とかができてたら、それは主張できるかもしれないですね。そうですね、うん、とてもケースバイケースのような気がしてきました。そうなんです、
これは難しい。だから法律にもこれじゃあいいとかこれじゃあダメだと書いてなくてですね、そういうことなんです。個々の事情について判断していかないといけない、はい、ただ、はい、この主張が働く側からはこれからきっとあるでしょうから、ありますね。この、まあ、同一賃金、同一労働同一賃金って、でもね、もらえるお金が一緒ってわけじゃないよっていうのも重要ですよね。だから本当にまあ短時間であっても有期雇用であっても、はい、本当に責任も資格も何もかも正社員と同じ仕事をしているのに、うん、その名称だけで違いがっちゃダメですっていう話なんですよね。はい、来年の春からでしたっけ。そうですね、はい、もう定められているということなので、ええ、間もなくになるんですね。そうですね、はい。まあ、この10ページの賞与についてもですね、はいはい、下の方の例では正社員には人事評価をして賞与を支給してますと、はい、でパート社員有期雇用社員には支給してないと、うん、でこの違いを設けている理由は短時間労働者有期雇用労働者は人事評価を行っていないので貢献度評価をできないため支給していない、これじゃダメですよっていう。やってくれたらいいじゃんね、人事評価。そういうことですね。やってないとダメですよね。もうなんかちょっと怒っちゃうよ。そうか。そうなんです。はい。会社側の主張もすごく言葉が難しそうです。そうですね。で一方これ上の方の例では、はい、正社員には支給してるけど、はい、その理由としてはパート社員契約社員さんには、はい、ノルマを課していないっていうんですね。うん、定型業務なので、はい、ノルマを課していないから、うん、業績による賞与は支給してないと。なるほどなるほど。こういう理由だったらいいですよと、はい、少し腑に落ちます。まあ、いいとも書いてないかもしれないですけどセーフぐらいの感じかもしれないですね、はい、はい。で、これらのことをですね、はい、まあ、手当の違いがあるかどうかをチェックして、うん、まあ、その違いについて理由の説明がつくかどうかをチェックして、はい、まあ、合理的な理由であればいいんだけど、うん、合理的理由でないとすると、はい、改善しなくちゃいけないっていうことなんです。合理的理由じゃない場合はもうこっちの方で改めて考えなきゃいけないということが義務になるんですね、はい、そうですね、はい。今やってらっしゃるかしら皆さん。いや、そこが心配なんですよ。来年の春ですよ、中小が対象になるのが来年の春から。そうですね。パートタイマー、だったりとかその有期、雇用者がいらっしゃるような会社であれば、はい、全部が対象、はい、大丈夫ですかそうですね、うん、で今これ10月にですね結構いろんな判例が出まして、はい、最高裁の判例がちょっといくつか出て、まあ、今日はちょっとそこまでお話できないかもしれないんですけど、うん、はい、まあ、そういった判例によって、うん、まあ、今後も判断されていくっていうことになるから、うん、まあ、一つの裁判は、はい、その、まあ、地下鉄の売店の方々がですね、はい、まあ、長年働いていて正社員には退職金は出るけど私たちには出ないのかっていうような裁判ね。こっちとしては出してあげてよって言いたいところだけれども何でも会社としては大変です。会社としてはそれも全何人分だと思ってんだって話になるかもしれないです。一人出すとね全員に出すってことになりますから ね、 ね、いやー難しい、うん、はい、それ結果だけもう分かってるんですか。これね結果ちょっと過程もちゃんとお話ししないと、うん、でもまあ結果的にはこの裁判では、はい、その退職金はいいっていうことになったんだけど、多分いろいろな理由があってのことだから、うーん、一概にねそれをちょっとじっくりお話ししないとちょっといけないかなっていうのもありますので、はい、わー、キーワードはケースバイケースでそうですね、はい、いやちょっとそれぞれの、まあ、判例も、ね、あるということですが、はい、もういかんせん来年の春から。そうなんです、はい、でやんなくちゃいけないのは、はい、待遇の違いについて質問されたら、はい、待遇の違いの説明書っていうのを出さなきゃいけないんです。うーん、説明書、何か様式があるんですか。そうですね、これパンフレットの17ページ18ページあたりにありますけど、はい、なんで賞与は出ないんですかって言われたら、はい、こういう理由を書いてですね、うん、パート社員さんに渡さなきゃいけない。あ、はい、ですね、今こうちょっと見ていますと、はい、全てがそうね、待遇の目的があり、はい、違いの有無とその内容、
っていうのをかなりしっかり明記してなきゃいけない。そうなんです。雇用主の皆さんには今のうちに、整理をしてご準備をいただくということが必要ですね。はい、そうですね。で、ああこれ不当だなって感じている、労働者の方は主張のチャンスかもしれないので、そうですね、はい、この機会にちょっと他の方との違いっていうのをリサーチしとくのもいいかもしれない、ね、これ働くことに対してのガイドラインが決まっている中ですので、こちら今日お話しいただいた内容なんですが、パートタイム有期雇用労働法対応のための取り組み手順書というもので、厚労省の、今日私紙でいただいてますけど、インターネットにも情報掲載されているんですよね。はい、ということで、厚生労働省のホームページの方からですね、ご確認いただけると思いますのでご覧いただきたいと思います。はい、はい、さあそろそろ時間もいいところですね。いろいろやはりこうなんかコロナのことでバタバタしてましたが、いやそうなんですよ、ね、スタートする法律はもうもともと決まってる、法律というかもうスタートするものはもう決まっているので、はい、改めてこう皆さんちょっと自分が今やらなきゃいけないことたくさんあると思いますけれども、はい、特に雇用主側はちょっとチェックが必要ということですね。はい、はい、ありがとうございます。さあということで、今週もですねお話をいただきまして、まあ知らないことがたくさんありますが毎週ありがとうございます今日は、保温の字が書いたタイツまでお持ちいただきましてありがとうございました。埼玉南社会保険労務士法人代表の寺田光司先生でした。寺先生今週もありがとうございました。はい、ありがとうございました。